フランス空軍の TB30 バイトエプシロンサコタ TB30 エプシロンはソカタが製造した初等練習機であるフランス空軍など採用されているコックピットソカタが製造する民間向け小型飛行機 TB10 トバゴをベースとして1978年から開発が始まった1979年12月22日に試作1号機が初飛行し 1982年1月6日には150機の量産契約が結ばれた。主契約者はアエロスパシアルだったが、開発を受け負っていたソカタが実際の設計、量産を行っており、後にソカタが主契約者になった。トバゴと同じくレシプロの単発、全金属製のセミモノコック構造、膠着装置は全輪式三輪の引き込み足であるが、コックピットのレイアウトや、 飛行特性は、フランス空軍の高等練習機アルファジェットへ移行を安くするため、座席の配置は、サイドバイサイドのトバゴから中高等練習機と同じ、タンデム型、キャノピーは後方スライド式、パワープラントは、トバゴに採用されたライカミングエンジンズの A o マイナス360からより、強力な A o マイナス540へ変更されており、最高速度と加速力が上昇している。 この機体では完全な極技飛行が可能で、最大荷重制限はプラス 6.7G、マイナス 3.35G。機体構造の変更により外見は、トバゴと大幅に異なっている。海外では、ポルトガル空軍が採用し、同国でライセンス生産された。また、東国空軍も主翼下に4カ所のハードポイントを装備した回収系を採用した。ありがとうございます。